演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちらローソンの大きなバスクチーズケーキを食べたいと思います。バスクチーズケーキって話題になってるのは知ってましたけど、なかなか最近ローソンに行く機会がなくて、で本日ようやく買って食べてみます。バスクチーズケーキ早くも大きくなっていらっしゃる、その話題性が伺いますね。ではおーおおでかいでかいでかい、これ結構重量感あるんですよね。重いなー、これはすごい。ではこの紙を外すのも、絡めるというか、なんというか、そういった印象です。では中身を見てみましょう。はい、中はこんな感じになってます。それでは いただきます。ベイクドでもレアでもない第3のチーズケーキですね。チーズがものすごく濃厚で、中に入れた瞬間にしっとりとしていて、ちょっとレアチーズケーキのような印象を持ってますが、外側はほろ苦くキャラメルに包まれているので、レアチーズケーキとも違うんです。だからといって焦げた苦さとは違うので、ベイクドでもレアでもベイクドでもないという響きは聞いていました。本当に違いました。外側のカラメルはまるでプリンを思わせるようなほろ苦くて、とても美味しかったです。中のチーズはしっかり重量感があって、口の中でまろやかに届けてくれました。どうやっていただけるでしょうか。これなんと美味しさがあったので、文句なしのこちらの製作させていただきます。それでは、カツを見て雨を願うや海才能を狙っているということですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。 M、 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 M